村井駅は、長野県松本市、村井町南にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道篠ノの線の駅である。最盛期には、石炭や絹糸などの貨物が積み下ろしされていた。島式ホーム1面2線と複数の側線を持つ、地上駅。ホームと駅舎は、古線橋で連絡している。ホームは、長井が停車する列車は、最長で6両編成があるのみで、 それ以外普段使用尻方の部分は使われる機会があまりない。ホームの高さは鉄道車両の変遷などでかさ上げや改築がされているが基礎部分に開業当時のレンガ積みホームの名残を今でも側面から見ることができる。駅舎は1922年に建設された木造のものである。以前は稀にホッパ車が側線に留置されバラストが保管されていたことがあった。 松本駅管理の業務委託駅で、調鉄開発が、駅業務を受託しており、スイカ対応の自動改札機、緑の窓口が設置されている。長野市社管内の駅では珍しく、発車ベルが設置されている。二役をを越着発線へ移動した他機車、JR 貨物の駅は、シャーツ貨物の臨時取扱い駅となっており、2014年3月時点で、定期の貨物列車の発着はなくなっている。 かつては駅の東側に JX 飛行、日赤エネルギー、松本輸送所があり、その2アクセスへ至る専用線が2本分岐していた。この専用線は輸送所への石油輸送に使用されているため、当駅には南松本駅からの1日に往復の専用貨物列車が停車し、貨車の連結、開放を行っていた。ただしタンク車の発駅は、 根岸駅で南松本駅で別の列車から軽装されていた。2011年3月に貨物取扱いが終了。輸送所は解体され、跡地は松本国際高等学校となっている。また、共同石油や大共石油松本輸送所の200設備へ至る専用線も分岐していた。また、駅舎の南側に貨物ホームが設置されていた。 貨車の入れ替え作業は JR 貨物の関連会社の JR 貨物、新州ロジスティクスが受託している。校内には同社の松本営業所、村井分室があり、コンテナを改造した小さな詰め所が置かれている。JR 東日本によると2019年度の1日平均乗車人員は2019人で、ある利用客数1。近年の推移は以下の通りである。 駅の東南に大きな2階建ての自転車置き場がある。駅前に和歌山牧水夫人であった和歌山岸子の花避がある。駅前の電話ボックス裏に築定記念が埋まっている。松本空港や牛伏寺の最寄り駅ではあるが、これらの利用者は少ない。松本駅と潮尻駅のほぼ中間地点に位置し、通勤通学客の利用が多い。 東日本旅客鉄道中央本線、篠ノ井線快速、普通高岡駅、村井駅平田駅。ありがとうございます。